ハッッピーーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の夜 C 時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム今週もスタートでございますでんきゅうはいありがとうございます本日は第191回2024年6月7日の回でございます 6月7日昨日皆さんね6月6日気づきましたかね令和6年6月6日ということでね666っていうねはい、えー、これすごいあの偶然じゃないんですよねこのタイミングでね令和6年これは暦ですけどねはいでも今年西暦でも2024でしょねえ2000年代に入って24ですから 2+4 は6なんですよ。 ね、ですから、66、昨日は666で、はい、666ってねあの、伝説がありまして、悪魔の数字とかね、えー、まあいう聖書のですね、ヨハネ,ヨハネの目視力でしたかね、えー、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあそういうことでね、あんまりよくね数字なんて言われてるんですけど、実は逆でして、666というのはですね、えー、宇宙の完成数なんですね、はい。 369というのを未6と言いましてその真ん中が6なんですねはいですから 6+6+6 は 183+6+9 はもちろん18はい、えー、ですから完成数なんですねというわけで宇宙の完成数が昨日そして今日その次の日ですから6月7日、えー、宇宙元年のね2日目という話になるわけですはいそして大正に前々から言ってますようにいよいよ今年 6月からですね世の中が大きく変わっていきますよと。でいろんなことをねもうねニュースでねこれから皆さん知ることになると思いますんでもう今日はその辺のちょっとねリアルなですね今の私たちの社会のお話はちょっと横に置いといて。 やっぱりね、あのー、それを迎えるにあたってですねこれから本当の本物の世の中の、ね、時代になっていくんですけどそれはもうズバリ中心はですね目に見えない世界の、ね、波動の世界と言いますかね周波数の世界というかですね、まあ、言ったらですね目に見えないその、ね、部分に何を感じるかその力がこれからの人間のですね本当の力というのをですね あからさままにににでですすすねねそれがです、ねえー、表に出ててくる時代になってきますこれまではですね表に出ているいろんなですねパワーはいまあお金だったり地位だったりね、えー、経済的なですねパワーとか、えーまあ、地位的なパワーとかね権力的なパワーみたいなもの そういったもので牛耳ってた世界からこ,これからはですね個人個人の目に見えない部分に実はね私たちが今まで全くね教育の中でもそういうことを教えられなかったし残念ながら私たち自身がですね見逃してきたとてつもないパワーね本当の力があるんだよとそこをですねちゃんと掴んでそしてそれをですね自分自身がこのね 使っていく具体的に使っていくんですあの 抽象的にですねなんか雲をつかんだような話でね宇宙がどうしたとかなんか大戦に言ってるけどなんかよくわかんないなみたいなねそういうことじゃないんですよもう本当にリアルにね皆さんが例えば何かを思ったり何かを感情で感じた時にエネルギーを感じてますよねいいことがあったり楽しいことがあったらすごくねこう要するにね前向きな気持ちになって明るくなるほがらかになるそれに反してですね暗いニュースを聞くと ね、やっぱりこう気持ちが沈んだり自分自身にもあまり良くないことが起こると気持ちがねこう落ち込んだりみたいなあれってエネルギーですよね目に見えないエネルギーはい実はそれがですね私たちの正体ですからねはい私たちの心のエネルギーが何をですね実際に感じて発信しているのかというそのことがですね自分自身のリアルワールドのこのねリアルワールドのこのです、ね、3次元世界のですね現実を 引き起ここしてるわけででですす <laughs> まあそんんなことはまあどうでもいいんです、はい、ちょっと今日はですね皆さんにこれぞですからね目に見えない世界のですねまさに語り部であったというねもう実はお亡くなりになってますけども、えー、今年に入ってですね何回かご紹介を大前にもさせていただいてます。天才的科学者の しかしながらですね科学者でありながら晩年はですねこの目に見えない世界のですねとてつもない奇跡をですねもう,もう毎週毎週ですねいろいろとですね、えー、講演会で伝えておられて私もね講演会とかね本とかね、えー、その当時はですね残念ながらね YouTube で動画バンバン見られなかったんですけど、えー、あの最近ですね私ようやく探し当てました昔のね 講演会の内容をどうやらね CD にされてたあるいはテープにね、えー、起こされてたんですかねそれをですね YouTube で流してくれている番組がありまして発見いたしましたそうです、正木和美さんの YouTube 動画、はいえー、16話もあるシリーズの <laughs>「正木和美の思想を音声で聞く」というシリーズがあるんですけども。 あの他にもね動画もありますんで皆さんちょっと探してみてください今日はね音声で聞くという音声だけのねえその要するに多分テープを起こしたねえその音声動画になってますけどそれをちょっと皆さんに一部第四回十分少々ありますけど全部聞いてくださいスタッフさんよろしくお願いしますまあこの頃はお城グラフというものがありますんで。 1000万分の1秒まで厳密にきちっと測定できるんですそういう装置を使ってですね私の周辺にある不思議な現象をそれで調べたわけですちょうどその時やりましたのはですね小さな入れ物があります中の見える透明なガラスの入れ物それに上にちゃんと蓋がしてありますそれ横に物を置きましてですね私が脳波を下げた瞬間に入ったと思うんです 学生見てる前で横からものがピュッと入ってしまうんですそんな実験を何回やっておりましたところが人間が見てますと横からガラス取れて入ってる見えますけどそれをブラウン管お城ごはんで測ってみたんです何より横から入ってない蓋を取って入れてまた蓋をしてるんですそれお城グラフがからで分かるんであってですねそれで測りますと ものが瓶の中へ入るのにネジをまた戻して開けて蓋を入れてまた蓋をする時間人間がしますと5秒10秒かかりますところが私が脳波がシート波以下になった状態でしますとそれが50万分の1秒から100万分の1秒でできてしまうんです100万分の1秒栓を開けて入れて蓋をしてしまうんです。 そういう実験を犯罪でやったわけねだから結局はね脳波がシータ波に下がりますと1秒間が200年に相当すすることが分かったんですだからそんなガラスの中へですねものが入るのはネジを回して蓋を開けて入れてまた蓋をする5秒から10秒かかるのが50万分の1秒から100万分の1秒でできるということ。 その実験を反対でずっといろんな実験をやりました。これあのすごい話なんですよ実はね。<laughs> あの、えー、瓶のとにで、ね、<は>物を置いてその瓶の中に入れるっていうの一瞬で入るっていう話をされたんです,です、ね、自分が女らしい女になりたいという願い事。普通はそれは不可能なんですね。願い事っていうのは絶対に不可能です。普通の願いっていうのは。 私女らしい女にしてほしいとかお寺お宮さんで願うそれは自分じゃないんですねところが今の自分自身にお願いする自分自身に願うことは欲望じゃないんです少し欲望がありますけど自分自身願うんだから欲望がないところがそれをもう一段上がりましたね自分自身願わないんですこをなったんだと思う 欲は全部消えますそしたらもうその瞬間に逃げさがポッと変化します自分自身に願うのは欲望じゃないけどもですね一万分ちほどの欲望があるその欲望のために一年かかるもう一段ありますと「私自身の生命体を私はこうなったんですよ」と教えるわけ瞬間に生命体がポッと入れ替わって男らしく女らしく自由に。 でできるわけですねなかなか難しいことですまあでも今おっしゃったようにですねちゃんとよくなってしまったでもそれが結局人間の修行であってですね人間はは平々凡々凡でで何にもやらないんです女の生命体にしてほしいと自分に願う気持ちは欲望じゃないですけどやっぱり少しはあるだからそういう時にね僕の世界から教わりましたね 私は昭和50年までこの世に神仏は絶対にいないと言い張っておりましたところが私の家にね真珠、お酒仏像どん,どん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 出る私が疑えば疑うほど出てくるそれでとうとうもう疑えなくなってこんなことできるの神仏だと思うようになったそうしたら神様の声が聞けるようになった「何時神仏の存在を信ずることをできれば」 本日を限りとして神仏に対する願い事それを全部捨てよそして神仏は人間の願いは一切受け付けないという言葉願いたいことあれば願いを忘れてそうなったと思えという言葉を賜ったわけですねそれを先に感じられたらその瞬間に女らしくパッとなったわけ私自身の生命体を私を女にしてください自分に。 願いだから欲望はほとんどないけど一番分の地方であるそれを私は女らしくなったんだと思うその瞬間にもなってしまうわけねその一段上がったところこの世の中人間の肉体というのは不可能はないんです自分で思うという瞬間に病気なくなりますそれも普通の状態では欲望だからダメ脳波、うん、をシーター波に下ろして思えば肉体は瞬間に病気がすっとなくなります すごい話なんでこれ後ほどここのところを詳しく解説します病気の治るということもですね何にも心理治療をやってもらうんでいいんですよ自分がノウハウを低くして治ったと思うんです病気はその瞬間に治ります私が藩大の医学部の時にね40歳前後の男の人が来た神経質が来たそれを私診察したわねレントゲンで見た 完全異界用なんですでも神経質な顔してるからこれに「いかいよ」言ったらよけいんだろうだと思うんですよね友達にも相談して「こんな完全にいかやけどこれいかい言うたら悪いな」と言うとそれは言わん方がいいだろうな」と言うからその患者さんにね「今あなたの胃をレントゲンで見た」ね、でも「何ともないでもあなたは気分が悪いんでここへ来たんでしょうから」 何だったら念のために1週間後もう一回いらしてよーく調べたいよって言って病名も言わずお薬も渡さないそして返しました1週間後に来た床よんかがながら何もないきれいに治ってるわけね病気です急を病んでるだけ岡山大学で私の神経重症の実験を何百人かにやってくれましたわね一番実験のしやすい 子宮筋腫の方を何百人もやってくれましたその結果子宮筋腫は2週間で3分の1から5分の1になり6週間平均で10分の1になるからもう10分の1になったら何にも手術せんでいいんですほっとけばもう消滅しますだからお課題では子宮筋腫は神経外粒線だけかければあとは手術の必要なくなりますと報告ですところが医学部ですから実験をしたわけ 10分の1になった患者さん何名かに通知を出しましてこの前ね10分の1と言うたけどあれは私が間違っておりました本当は菌糸は2分の1でしたと報告したそう言われた患者さん一師考に検査したら全部戻ってしまったんです医者から「本当に病気ってこれなんですね」言うて10分の1になってんのに私が間違っておったと言うたら「 ちゃんと2分の1に戻りました病気の本当の意味がよく分かりましたと言ってましたけれどもね脳波を下ろして治ったと思う脳波が下りてないで β 波ぐらいで治ったと思うのは欲望で何の効果もないんです脳波が θ 波にして治ったと思うと欲望もないから肉体はその通りになってしまうんですね この,の前はお話してるんで私が反対医学部の時にそうですよ麻酔薬はあまり使わんとこっ言うて入院患者のほとんど麻酔薬を使わない痛いなんとかしてくれと言うと注射液の中へビタミン C の液を 1cc 入れてこれで一発で痛み止まるって注射したらぽっと痛みが消える同じことを若い医者とかね護悟やった効果が全然ない患者さんが この医者の言うことは心配なと思っている思っておる患者さんはですね麻酔薬の代わりにビタミン C を打っても瞬間に痛み消えるんです人間の肉体というのはただ欲望を掘って思うことによって自由自になってしまうんですよねそれを意識してですね自分で病気になってああ困った病気になって心配したらどんどん心配する方向に行きます 病気になった。その時にこう思うんですね今まで肉体の痛みとか苦しみが全然分からなかった初めて病気になってああこんなに痛いんだな苦しいんだなって分かった神様病気の痛みとか苦しいことが初めて分かりました病気に、ね、なってくれてありがとうございますとお礼を言います病気がスーッと消えてしまうんです 人間の肉体というのは思う通りに欲望のない思い通りにみな,なってしまうんです私は昔はねゴルフはようしましたけどもグリーンやパーオンはほとんどしましたもう1年半後にパーオン全部できたからゴルフ始めて50歳の時に、ね、51歳ハンディキャップ15になって。 その15というのはねパフォーン全部するけどグリーンに乗ったらカップに入れよって欲望があったそのたにパターがうまくいかなくて半時計は15ところがパフォーン全部するからもう面白いからもうそれで一年半でやめてしまったわけですよねそれから56歳からまた再開してその時に和尚のとこへ行ったんで「バターが下手です」と言うたら和尚が一言おっしゃった。カップ プインの音を聞いいてから打ちなさいよと言うんですボールがカップにあったらカラーンって音それを聞いてから「打ちなさい」と言うんですね、はい、ちょうどその時は私と林場社長一緒に行きました和尚と林場社長第1回目の対面ですところが対面した瞬間にお塩が社長に聞かれた「あなたは射撃の時どうして打ちますか?」と聞かれた 社長は遠いところに的があるんで精神的に的をできるだけ、ね、自分の近くへ引っ張り寄せる気持ちで打ちますとおっしゃったそういったら一のことねもっと近づけて的の真ん中に銃口をくっつけなさいそして銃眼が的の真ん中を通り抜けたことを意識してから引き金を引きなさいとおっしゃった。 それが結局ゴルフのパターンの極意ですカップインの音を聞いてから打ってなさいって言うんです入れようじゃないんですカーンと音がした打つそういうことを教える私が社長に社長社員上されますけど他に何にも興味ないけど中学のとこから社員上だけやっておったちゃんと映るわけですわね偉い人っていうのはもう何にも喋らんとみんな分かるんですわね だからその社長に教えられたね鉄砲で撃つ極意とパターと同じなんです的の真ん中を銃眼が通り抜けたことを意識してから引き金を引きなさいカップインの音を聞いてから打ちなさいそこ同じことなんでしたね私がそれを別の言葉でその頃神から聞いておりましたね神仏は人間の願いは一切受け付けない でもどうしても神仏に願いたいことをあらばっていうんですよね。「願いを忘れて」という言葉。ね、今のカップにの動機もうカップに入れるんじゃないです。鉄砲的に当てるんじゃないです。願いを忘れてねなったと思い官僚系で思えよ。願いを忘れてそうなったと思え。同じことを別の言葉で教えられたわけですね根本は同じなんですよね。 はいえー、13分余りの <laughs> 音声 <laughs> 長いのをちょっと聞いていただきましたいかがでしたですかねお分かりになっていただきましたですかねものすごいこと言われてるんですけどちょっとね解説がやっぱりいると思いますんで先生にからちょっとね解説させていただきましょうねはい、えー、最初にですね、えー、シーターノウハウがシータータになると 1>, 1秒は200年って書いてましたけどね <laughs> 何のことがさっぱりってね皆さん思うんですよねはいこれね時間はね実はね絶対的じゃないということをおっしゃってたんですねはい、えー、私たちが体験している時間というのはですねこれね脳波がベータ波の時っていうのが皆さんがね普通人間がですね起きてる時にいろいろ仕事をしたりあれしなきゃこれしなきゃとかねいろいろ思考はあれこれと考えて普段だん、えーまあ、生活している時の 脳波もこの振動を出します。周波数を出してるんですね。1秒間に何ヘルツと言いますよね。振動数のことをねで。脳波はですね、実はね、下がるとですね、下がると、はい、どうなるかというお話だったんですね。下がるとですね、どうなるかと言いますと、私たちの中の、ね、本当の 奇跡的なパワーが出ててくるんんだよとといいうことを話されていたんです、はい、つまり私たちが起きている時の脳波ベータ波の状態というのは普通人間が私が今ここにいるという意識の時ですからああでもないこうでもないといろいろ考え事をしたりねいろいろ問題を見つけてそれを解決しようとしたりしてっていう状態でなんでそれは当たり前の話じゃんかと思うかもしれませんけれども。 はい、そうなんです脳波、ベータ波というのは、えー、1秒間に大体 20Hz、えー、20回ぐらいこう振動してますんでね、はい、結構騒がしい脳なわけですよ。そしてその時はですねいろんなことを人間が思って、先ほど正木ず美さんおっしゃってましたけど、ベータ波の時にね、えー、病気を治そうと思ったりね願望叶かなえようと思っても、何にも効果ないと。<laughs> はい 何にもですなわちですね1秒は1秒1年は1年100年は100年というそして私たちはベータ派にいる時はですね物理的な時間の制約その時間感覚で生きているので例えば何か願望実現をしたいと思った時にね分かりやすく言うとですねお金を、ね、たくさんね要するに稼ぎたいと思ったらですね ワンツースリーほいってね、こっからヒュッてね、ドライブみたいにね、出すようなこと考えないですよな。えー、っと、どうやって増やそうかな。働いて、えっとってね、その時間の、ね、その時間の感覚のことです。脳波、ベータ波ってね、1年は1年、100年は100年です。だから、願望実現でも、ね、すごく時間がかかっちゃうよと。 なななかなか大変なもんですよというころが科学者で、天才科学者であった正木和美さんは大阪大学のです、ね、工学部、医学部、理学部に45年も報酬されまして一研究者としてです、ね、助教授とか教授のオファーも全部断ってでって、ね、ご自身がです、ね、とにかくです、ね、真実をです、ね、徹底的に探求するだから発明者でもあるので先ほど、ね、おっしゃってましたけども。 シーターハンした時にこの瓶のですね外にですねビー玉を置いてで正木さ,さんが「入れ!」って思った瞬間にバッと入っちゃう瞬間的にね。でオシロスコープって言いまして100万分の1秒までそれ測れるっていうね瞬間のね エネルギー移動をを測れる機械を発明したとそれで測定したらその瓶の中にビー玉が50万秒分の1から100万秒分の1で入っているとでもそれを実際にしっかりとオシロスコープで解析したら実はガラスのところからビー玉が直接入っていってんじゃなくて勝手に蓋が開いてですねそしてその蓋の上からビー玉が入っていったということが分かったと。ということはそれ普通人間がやったら。 秒秒かかからるでしょうとそれを50万分の1秒から100万分の1秒で一瞬にしてやってしまったと心の力でですよさきさんの「入、はい、れ!」と思ったらねこれがですから脳波ウウシーター波の時に先ほどさきさんがおっしゃってた私たちの中にいる神物がそのね力を発揮して不思議なことをいっぱい起こせるんだよその時間感覚は 1> 1秒がなんと200年あると脳波シータイナーの時ねだから50万分の1秒、ね、5秒10秒っていうのは50万分の1秒100万分の1秒に相当するわけですよ脳波シータイナーの時の1秒って200年分ですからあ叶いました、ね、実現し脳波シータイナー脳波を下げて叶いましたって言ったらもう瞬間に叶ってるんですよっていうことですよ。わかりました <laughs> でも、えー、って思いますよね <laughs> ですから大仙人はね、えー、思うんでこれまでもその辺のちょっとお話は2回前,前3回前もね私やりましたこのね、えー、鳥越アズールでお話をさせていただきましたそうかなーってねこの番組放送を見ていただいている皆さんはね大仙人ファミリーの方多いんでそうかなーと思う方ね、えー、素直に思っていただいている方多いと思うんですけどそれでもね でもやっぱりそんな簡単に叶ううのだったらね、本当に苦労しないわって、やっぱりベータ派の自分、ね、ベータ派の自分というのは人格エネルギーの私ですから、私、私と思っている時の私ですよね。はい。その時のノウハ波、ベータ派というのは何にもできないんです。だから頑張るしかない。ね。逆に覚えてください。頑張ろうって思ったり、ね、なんとか努力をしようとかね。はい。 え集中して、集中してとにかくね一生懸命やろうって、一生懸命とかね <laughs>、無駄です <laughs>。ごめんなさい、チーンなんですよ。だから皆さんね、世の中その話ばっかりじゃないですか、お前、努力が足らんとか、頑張りが足らんぜとかね、一生懸命もっとやれとか、でも脳波、ベータ波の状態でいくらやったってダメなんです <laughs>。ーンなんですね はい、それをね私は伝えたいわけです皆さんにもっともっともっとこれからの世の中は私たちのね前も言いましたけどね脳波が下がってシーター波になると私たちの中に生命体の力が入ってます。 まあ古来から日本では魂霊魂と言ったりしますけどね大事にはそういう言い方あまりしませんあのね言葉ってね難しいんですよ霊魂とかね魂とか言うとね私の魂ってなるでしょ <laughs> そうするとね脳がベータになっちゃうんですよまた <laughs> 面白いですよねだから、ね、スピリチュアルのね仕事してる人でもねそれ引っかかってる人たくさんいるんですせっかくね ハートの方で感感じじてて生命体ののエネルギー感じてるのに最初はでですよでも私の力でやってるって思い出したらそれも脳波ベータ波になって実はね人格の方のエネルギーで、ね、理性のせ力で操作しているような感じになりますんで結構ねやばい占い師がそういうのやりますよね。人を脅したりですね結構怖いこと言ってね <laughs> お客さん継ぎ止めるって技があるんですけどね。えー、これね本当に三流の スピリチュアルのね世界の人たちですから注意してくださいね。本当に分かってる人は人間一人一人の中に神物すなわち生命体がいるのでそれは脳がシーター杯に皆さんが下げたら誰でもで出てくるんですよっていうことなんですよ。それを正木さんがずっとおっしゃってたんです、はい。それを科学者だからね実際にちゃんと測定していろんなことを調べられたわけです。だから私はすごい ね、いうことで皆さんにいよいよこの時代だからこそねで逆に言うとなんだか新しい時代に入っていく直前なのにそういった真実が最近ねちょっとまたねじ曲げられてねいろいろと逆噴射しているようなね方向のニュースが多いです。これもねねやっぱり仕方ないいですよ、ね、新しい ね、時代に移行しようとしてる時にやっぱり抵抗がかかるんですよだって今までそれを信じてたね頑張りを信じてた努力を信じてた一生懸命を信じてたね自分の実力はこのね粘り頑張り <laughs>、ね、誰にも負けないこのど根性みたいなね、はい、そういう時代で生きてきた私たちはどうしたらいいのって話になるわけでね価値観が全然違うわけですから、まあ、その気持ちも分かるんですけどもしかし正木和美さんは一刀両断各社で ですからはい何の意味もない <laughs> これですからね本当に素晴らしいですもう生きていただいてますねそして最も大事なのは今日はね病気病気,話病気のね治し方の話ずっとされてましたけども基本的には何でも一緒なんですよと最後ゴルフのね話もされてました正木さんはゴルフを何でされたかというと自分の欲望というのは人間というのはどうしても出てきてしまうと目先の欲望ですよ 例えばね、ゴルフをしてても、私もゴルフしますけどね、アジにもね、大好きです。やっぱりいいスコア出したい、ね、飛ばしたい、ボールね、えー、ロングドライブしたいとかね、そしたらグリーンに乗せたいとかね、グリーンが乗っかると今度、ね、カップの中にボールを入れたい、カップにしたいってね、もう欲だらけ、欲まみれですよ。はい。だからその欲まみれのスポーツでありながら、メンタルコントロールをうまくして、 自分の本当の、ね、力がちゃんと出せるように整えると誰でもゴルフ上手くなるんで、もうね、正木さんの正木さん本ゴルフの本、いっぱい書かれてましたよね、ゴルフの心理とかね、いっぱい書かれてまして、もうね、西日本選手権で65歳で優勝されてたりね、とてつもないプレーヤーだったんですけど、身長160センチで、60歳で340ヤードもドライブされてたんですね。 <laughs> すっごいルリオン的なねゴルフのねことをお話しされてたんですそれはですね飛ばそうと思わずにねあるいは入れようと思わずに先ほどね音声でおっしゃってましたよねイメージでもう、ね、グリーンね乗ったあるいはねカップがねボールがカップに入ってね音を聞きなさいとかおっしゃったでしょあれねああいうパターンのやつ あるんですけれども要するにですね脳波ウウがし自分の目先の欲望を捨てて、ね、もうそうなったと思うイメージでもいいんです言葉でもいいです、ね、これ両方使ってもいいんですこれねものすごいんですよ皆さん <laughs> でねで分かりました大事人に分かりましたと、うん、それ多分本当に大事人がそこまで力説するんだったらきっとねはいそうなんだろうと。 ね、真実はそうなんだろうとね私たちは間違ってましたと思った方からやってみてくださいねそれで私は間違ってた俺は間違ってたと素直に思ったら、ね、今日この瞬間から実行していきましょうねすなわち何かといいますとまず第一関門はですね脳波をシーター波にするっていうのがはい第一関門ですよね。 正木、えー、さんは簡単に欲望を捨ててとかね、欲望を横に置いてとかね、欲望をほかしてね、はい、もうそうなったと思えと、<laughs> そしたらそうなるんだよって、脳波シータ派だからってね、いや、あの人だからとか思いますよね、脳波シいた派に簡単になっちゃうってね。はい、そうなんです、脳波シータ派にする方法、だからこそ、古来から人間というのはですね、そのね、いろんな人がですね、 脳、えー、波した、しーつまり科学的に言わなくてもですね、要するに、まあえー、いろんな、ね、言い方でされてきましたよね、人間は悟るとですね、いろんな能力が出てくると、超能力的な、ね、力、スーパーな力、奇跡的な力が出てくると,、ね、いうこと、でも私たちはキリストとか釈迦とかね、工房大ね空海とかね、まあ、いろんなこれまでもすごい人たち、歴史上の人物ね、そういうね、 え目に見えない力をですね発見した人たくさん見聞きしたけどいやその人は特別でしょうとか思っちゃうわけねところがところがところがですよ正木さんはそうじゃなくて人間の中にみんな一人一人生命体ねそれがいるからそれ神仏です神仏だから神仏は本当に時間と空間の中にいらっしゃいませんからねだから先ほどの「ドラえもん」のようにポンで終わりですからはい。 その力を実は私たちがこれからの時代本当に発揮できるようになっていくんだということも一生懸命正木さんは伝えておられましてですね大善人がそのね真髄エッセンスを今皆さんにお伝えしておりますんでさあ聞き逃さないでくださいね古今東西ね椎太範脳波椎太に下げるためにねえ何かね何年も修行したりね釈迦だってね6年間もね 山ごもりしたりねいろいろしてたわけですけど実際はそんな修行いらなかったっていうのもね釈迦会自身があねその後言ってたわけですけど実際そうなんです。はい、修行もいらないし、ね、それから、ね、仏教の方ではね え座禅を組んだりとかねインドの方ではねヨガですよねヨガはいヨガっていうのはですね実はねはい皆さん何でヨガってあれ伝わってるかっていうと脳波をシーター波にするための秘法なんですよということはい。 かかってましたか <laughs> 別にねあのね体柔軟体操しているねあれ、えー、アーサナーヨガっていうやつですけどねあれは一部なんですよね体を柔らかくしてリラックスしてねそして脳波を下げていくねその入り口のね体操みたいな話なんですねあれがヨガだと思ってる人違いますからねヨガというのは脳波シータ方を下げるためのいろんな方法です。 はいそうなんです。溶岩に伝わっている一番のポイントは1。これね、一番簡単です。はい。呼吸です。呼吸です。脳波、シーター波にするには呼吸です。特に深呼吸です。深呼吸なんです、深呼吸したとき皆さん気持ちよくなるでしょはい。特にね、朝ね、深呼吸してね、深い呼吸です。深い呼吸ね。えー、中にはですね、本当にね、もうね、 えね、胸呼吸だけで終わってるってい、ね、腹式呼吸って言うんですね空気をですねお腹の中の本当に微低骨のねぐらいまで入れるぐらいゆっくり、えー、大体ですね1分間に出し入れをするのが呼吸でしょ「こ」というのは吐くこと、ね、吐くのが先ですからね「でゅというのが吸ですよね、はい、ですから20秒間でゆっくり くっくり吐いていいてきますはい、そして20秒間でゆっくり吸っていきます。はいで40秒ですね。そして吸った息を、ね、お腹の奥の方にぐっと押し込めるんですね。微低骨の方までみたいなイメージでね。20秒間ぐっと呼吸を止めるんです。そうすると1分でしょ。1分間1呼吸。はい大前にはですね、これ。はい 皆さんにお勧めをしておりますが、まあ、私自身もね、はい、これでもうたいもう慣れるとですね1回やればもうすぐシんだはになります、はいえー、20秒呼吸というのはちょっとね最初苦しい人は7秒ぐらいでやってみてくださいね7秒で吐いて7秒でゆっくり吸って7秒とどめてでまた7秒出して7秒吸って7秒とどめてっていうのを繰り返してだたいねどんな人でも10回ぐらいゆっ ぴったりとした気持ちで呼吸に意識を向けてねその時あんまり変なこと考えないようにね呼吸やってるっていうこんなことやってて大丈夫なんかなとかそうじゃなくて自分が呼吸をしているという意識をね自分の呼吸に向けるわけですよはいそれで慣れてくるとですね実はこの呼吸を出し入れしているというねこのね自分の動作に意識を向けるだけで知りたいなります はい、やってみてくださいねそしてシーターになったらもちろん先ほどの正木さんの秘宝ですよね皆さんあのまずね願望を忘れるというのもこれまで第2の関門ですよね第2の関門はいそうなんです願望を忘れるっつったってね何、えー、とかしなきゃっていうねなんかいろいろね現代人は忙しいですからねあもあもしたいこうもしたいっていっぱい、ね、欲望を抱えておりますはいでこれね 先ほどの正樹さんの話にあったんですね願望を捨てるというのは一番手っ取り早い方法は病気の話されてましたよね病気になった時に病気を長焼けたり不安になったら心配したらもっと悪化するよとそうじゃなくて病気に対しておっしゃってましたよね感謝しなさいとその瞬間にノ脳波が下がってシータ肺になって病気が消えるっておっしゃったでしょこれなんですよはい感謝から入るっていうのがね一番 第二関門、ね、欲望を捨てるというのは簡単なんです、ね。今の自分に感謝すればいいわけです。とりあえずありがとうございます、ね。だから前私言いましたよね。2回前か3回前にね,ね。言いましたよね、はい。今の私ほど幸せなものはいない。ありがとうございます。これでシーダーハンになります。一瞬にしてシーダーハンになります。そして第3関門。はい 願いたいたことをもう叶ったとイメージ言葉そして両方ね叶ったとその瞬間皆さんのシーター派の1秒は200年分のエネルギー持ってますよ <laughs> 200年あったら何でもできるでしょ皆さん <laughs> ねえ <laughs> ね、願い叶かなうの大体56秒かかってますから1000年ぐらい皆さん持ってますよ <laughs> 何でも叶いますよわ <laughs> かりました <laughs> ねえこれぜひぜひぜひ素直にですね6月7日今日実は今日 X デーです X デーなんですはいね先ほど言いましたように6月6月6日昨日ね 宇宙元年新しい時代の宇宙元年2日6月7日はいいよいよリアルに本当のねこれからの世界が始まっていきましたまああの何が始まってるのか <laughs> 大聖に教えてよって大丈夫です皆さんはやがていろんなねニュースとか情報でそういうことを知ることになりますんで楽しみにしながらですね その変化をですねあこれだな大成人が言ってたのはってね思いながらねでも忘れないでください目先の欲望にね引っかかるとまたね脳波 β ですよ皆さんね <laughs> ノウハウベータ波タ言っときますけどなんにもなんにもですね 結実しませんからねぐる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 同じところを回っているねあのハムスターちゃんみたいになっちゃいますからね注意してくださいね本当にね彼は一生懸命本当にガーってものを全力疾走してるんですけどドイツミリもまあ前進してませんからねはいまさきさかずみさんは本当に素晴らしいことを教えていただきました私もまさきかずみ先生と呼ばせていただきますありがとうございました前半ここまででございますスタッフさんよろしくお願いします はいりっちゃんドレシングラブでございますというわけでねもうねあ先ほどのね浅木和美流のね暖房実現法もう何でもいけますよあね株で儲かっちゃったら <laughs> こんなに儲かっちゃっていいのかなみたいなねはいもうそういうノリですからこのね投資塾はね えー、もうですからね、あのねそのねそ脳波、ベータ波の時ってね、こうね例えばねこういう話してても、えー、本当に運営儲うかるのかなとかね、もうそういう考えになった瞬間、もうベータ派ですよ、ね、そういうのって何にも、何にもね、ね何にもですね、もたらさないんですよ。<laughs> 要するに疑いと疑問と、ですね、えー、そして不安とですね、えー、そういうものというのはですね、 解決をするということを探すだけの話であってでも永遠に解決しない世界ですよ、脳波のベータ版ってね、はい、その秘密を今日、皆さん分かりましたのでね、株式投資も、ね、楽しむ観点で、ね、一緒にやっていけばね、あら、こんなになっちゃったっていうね、世界になります。 はい、えー、そして一般社団法人国際レース体重協会の新アバサダー養成講座受講生募集ということでね、えー、一旦ですね今年また再開いたしましたアバサダー養成講座特別上級編まで先月終わりましたんで、えー、今月、えー、6月ですね23日日曜日、えー、13時江戸川橋オフィスです、ね、<coughs> 大仙人の高次元宇宙波動研究所のオフィス 13時15時4時間集中講座で入門編と初級編4万4400円で自治をさせていただきますもうね,ね皆さんね,ね本当の価値分かってくださいね <laughs> とてつもないですよ本当にこの、ね、アンバサダー養成講座ね えそれはもうあのね大仙人がお送りするスピリチュアルの本当の本質の部分を全部公開しておりますんで皆さんが大仙人大仙女になれるねそういう講座なんですよということですはい是非大仙人と学びましょうお待ちしておりますはいスタッフさんありがとうございましたさあ後半参りましょう 後半は今日ももう一人の私の師匠でございますね中村天風さんの一日一話から今日もね珠玉の素晴らしいですねこのねパワーワードですねお送りしていきたいと思います今日は6月7日ですので6月7日の一日一話の章をまず最初にご紹介いたしましょう6月7日自分本位の考え方自分自身を本位として自分の家族や 自分の利害関係のある周囲だけの幸福や利益を重点としてそれで金を作ってみたり地位を作ってみたり名を上げてみたりあるいは自分の事業の成功というものに救急としてそれで万事 OK それが人生のすべてのすべてだというふうに考えている人が特に現代の物質文化の時代にはあまりにも多いんでありますおっしゃる通り。 だからですよね、天風さんの存在がいらっしゃると。はい、それでは先週の方からの続きまいりましょう。2月20日です。誠の我は命そのもの。我ありと感じる我は仮の我。ほら、こういうふうに、ね、言うんです、天風さんもね。誠の我は見えず感じず。先ほどの正木和美さん流に言うと、生命体というやつです。誠の我は見えず感じず。 これは日本の禅の方の歌ですが、ヨーガの哲学の方はもう少し崩れた言い方をしています。我ありと思えるものは彼の我、誠の我は命そのもの。ほら、出ました、命、生命体ですね。とヨーガの哲学は言っている。命そのものを働かせているものが自分なんだ。肉体が命そのものを働か,働かせているんじゃない。命そのものの力が肉体を生かしている。 真逆、はい、に言うと生命体が皆さんを動かしてるんですよ、肉体をねっていうことですね。はい、2月21日完全なる人生完全な人生とはこれは要約すれば命の現実存在を明確に意識するその瞬間瞬間を何の不満もいささかの不平も感じないでいつも喜びに生きられている状態の人生を言うのであるこれが完全なる人生なんだよ。 2月22日悟りについて悟りというのは自分の心が真理を感じた時の状態いうのであるしたがって真理を自分の努力で自分の心で感じるのも人の悟りを耳から聞いて自分の心に受け入れるのも受け入れ方に違いがあるだけで受け取ってしまえばその結果は同じであるうんいいことをおっしゃるだから今日皆さん私の大事な話聞いてね真理を受け取りましたねはい。 真理を受け入れる時の心の態度が悟りを開く上に密接な関係があるからこそ心を善の方では、ね、座禅できれいにさせているのである2月23日事業の成功私が会社の経営をしている事業家に言いたいのはここだ自分の欲望のみでもってしようとしたことはそうめったに成功するものではない事業に成功するのは自分が欲,欲望から離れて なんか正さんかまさとと同じことをおっっしゃってますね自分が欲望から離れて何かを考えた時にまたその考えたことを実行した時に成功するのだ。同じ事業家でも欲の塊でやるものとこの仕事で世の中の人のために本当に役立つものを提供しようという気持ちでやるのとではその結果が全然違ったものになるのである。 2月24日自信なき言動人と人との世界に生きるお互い人間はどんな場合にもお互いの間を天風協議の宣言に宣言してある通り常にいかなる場合にも偏りのない公平で美しい愛情と真の誠実さを心として尊い思いやりで助け合うといういわゆる文字通り親切本位で共に生きることが最高の 理想であららねばならないしかもそれを真に現実化するには要するに「自信のない言動」が何においても必要とされる「2月25日美しさと調和」絶対調和の状態こそ美というものの本当の姿なので調和のないところに完全のないのと同様に調和のないところに本当の美はないのである。 もっと言えば「美しい」という言葉はしっくりと調和しているという言葉の代名詞なのでさらに美しいというのは完全だということにもなるのであるどんな思いも主義もまた計画でも設計でも調和を無視した状態では到底その完成は現実化されないのが当然の真理なのである2月26日不偏愛は絶対真理不偏愛というのは偏りのない愛ってやつですね 不変愛は今更さらの発見でも相違でもなくこの宇宙の始まりの時からの絶対真理であるだからこそこの世にある宗教のすべてが愛の情けを最大に重視してその教義のプリンシプル原理としているのである2月27日内政権と日中の人生を生きる際にどんな些細な 子とに対しても今現在の自分の心は積極的かしらん消極的かしらんということを厳格に第三者の心になって常に検討することが必要なのでありますそして少しでも自分の心の中に消極的なものを感じたならば断然それを心の中から追い出してしまわなければいけない己の心の中にあるものは己の心を明るく朗らかにするもののみという心がけが 必要なんです2月28日不平不満を口にしないどんな場合があっても不平不満を口にしないことこの不平不満が心の中にあるとどうしてもその言葉が積極的にならない不平不満のある人は指示上ばかり見て下を見ないでいるはたはみんな幸せで自分だけはこの中で一番不幸せの人間のように考えているこの考え方から出てくる言葉は必ず未練であり愚痴でよりも価値のないい価値のないよまよいごとの不平不満である 2月29日今日これが最後です全ては心の働き何よりも一番先に考えなければいけないのは心なんですなぜかというと月を見ても花を見ても仕事をしても遊ぶのでも全てそれを心が認識してこその生きがいでしょう麻雀をしたトランプをした面白いなと思うのはみんな心でしょう美味しいものを食べてあ美味しかったと思うのも心で 実は肉体でではないでしょう肉体が味わう感覚を意識の中に思い浮かべるのは心の働きなんですうれし,しいのも楽しいのも辛いのも悲しいのもみんな心なんですはいというわけで今週の「ハッピーラッキーミラクルタイム」この辺でお時間やってまいりましたそれではまた来週皆さんお会いいたしましょう t h a n k y o u